演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの一口チョコわらび餅ベルギーチョコ使用を食べたいと思います。和洋折衷のチョコレートどうでしょうか。ではいただきます。チョコは外だけじゃなくて中にもあるんです。プルプルもっちりとしたわらび餅の外だけではなく中にもチョコが入っていて、とろーりとした濃厚さを感じることができました。こうした和洋折衷おいしいです。もっと出てほしいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。